アルマンダビド・アルマンダビドはフランスの宣教師、博物学者である。中国で博物学調査を行い、ジャイアントパンダの存在をヨーロッパに報じた人物である。フランス南西部のピレネーアトランティック圏のバイオンヌ近くのバスク人の村に生まれた。1848年にカトリックのヴィンセン賞の宣教会に入会した時には自然科学に対する興味を持っていた。 1862年に主催になり、その後すぐに北京に派遣されると自然史博物館のための動物、植物、鉱物や化石の標本を集めた。フランス政府の依頼でパリに送られた標本は注目を集めた。パリ植物園はより多くの標本収集のために中国各地の最終旅行を依頼した。それまでヨーロッパで知られていなかった動物や 植物の標本は生物の系統的研究や種の地理的な分布の研究に重要な資料となった。1888年4月にパリで開かれたカトリックの国際学術大会で発表された報告では中国で200種の哺乳動物を発見し63種が新種であり、鳥類は807種の発見のうち65種が新種であった。爬虫類、両生類、 魚類の膨大な標本を研究のため専門家に送り、大量の昆虫の標本は、パリ植物園に送られた。植物資料にも52の新種が発見された。特筆されるダビドの発見は、シフゾウと四川省宝狂犬でのジャイアントパンダの発見で、シフゾウは、当時すでに、中国皇帝の狩猟用庭園で飼育されていた、個体を除いて絶滅したとされていたが、 標本を確保することに成功し、ヨーロッパに送った。1869年に中国とチベットの境界領域の四線省に入り、地元の漁師が持っていたパンダの毛皮を欧米人として初めて発見し、後に国立自然史博物館に毛皮と骨などを送った。デビットは植物の学名で命名者を示す場合にアルマンダビドを示すのに使われる。 ウィキメディアコモンズにはアルマンダビドに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズにはアルマンダビドに関する情報があります。ありがとうございます。